停電が起きてから1日が経った、タイミングです。ちょうどねおばあちゃんに頼まれた薬をこういう形で買ったんですけど、後ろの薬局あの発電機が置かれているのが分かると思うんですけど、この発電機で回しながら、まあレジの必要な電気とかを供給してるっていうような感じです。周りはね残念ながら電気がほぼほぼないです。車のライトだけっていう感じです。今外にいます。向こうではね発電機が回ってて一部ああいう感じで電気がついてます。でも基本的には全部真っ暗。向こうにね人が立ってるので少し明るくなってますけど電気はついてません。徐々に水が復帰してるっていう風に聞いてるので、1日ぶりにね、シャワー入れるのかなっていう感じです。ただ電気もないしインターネットもないし通信障害も起きてるって感じです。はい、今ね夜の9時ぐらい、結局ね朝の9時に電気が消えて、で今夜の9時でもうね12時間電気がない感じです。で今ねちょっと知り合いで水道の出るお家に行ってお風呂を入ってきたんですけど、そこもね停電で、まあ、幸いそこはガスで、お湯を温めてるお家で、で、まあ、お風呂に入れたので良かったんですけど、僕んち相変わらず、断水。断水はもうね1日以上で、電気は1日っていうね要するに2時間24時間以上ね、電気はもう12時間、ついてなくて、で今普通はねポットを茹でて、で、まあ、象印のね、魔法瓶にお湯を入れてるんだけど、もうそれができないから、こういうね、カセットコンロ、で今からね、お湯を沸かして、紅茶を飲めるようにします。で、ライトもね、皆さんから届いた、こういうライター、ランタンがあって、おばあちゃんのところもママのところも、もうね、すべて切れちゃったんですよね、ライト類が。で、さっき、両方にね、ランタン、新しいランタンと、充電器、USB の充電器と、あと食べ物とかね、おばあちゃんは7階に住んでるんだけど、もう足腰もそんなに強くなくて階段上り下りできなくなっちゃってるから、さっき届けてきました。正直ね外は真っ暗で、停電が開始してから1ヶ月以上になってるけど、多分その中で一番真っ暗です。外はねほぼほぼね何も見えない感じです。でちょっと待ってくださいね、今カメラを変えて外を撮影してみます。ちょっと消しますね。外はもう何も光らない、真っ黒クロスケです。はい、こんな感じでね、で一応これね、皆さんから届く前に一つだけ買っておいたキャンピング用のこういうコンロで、岩谷のやつが届いたの良かったんですけど、それまでは一つこれをね、買ってました。で、今ね、これお湯を沸かして、で、水もね、こういう形でストックはしてるんですけど、ただ断水になってると、正直、いくら水があっても足りない感じです。で、今日ね、改めてこういうポリのタンクを2つ買ったんですけどね、15リッター、15リッターで。でもまあ正直足りないでしょうね。断水が始まったら水がね。で、まあちょっとね、さっきもう一つニュースがあって、ちょっと待ってね。どうもね、僕が住んでるお家というのが、まあ丘の上にできてるんですけど、地下水がね上がってくるらしいんですよ。特にまあ、雪とかが降ってね、今は雪をなんかニキビができてますね。水が良くないのかな、
雪解けの、ね、水とか雨の水とか、でまあ、通常はポンプで、それをまあ吸い出してるんですけど、そのポンプがもうね1日以上止まっちゃってるので水が汲み出せないと。で、まあ、浸水する可能性が高い、まあ、欠陥住宅なのかな、それともまあそれを最初からポンプで汲み上げるという前提でやってるのか、それともまあ全部の水が汲み上がってないからちょっと上がってないからかなのか、ちょっとそこら辺は分かんないんですけど、さっきねあの管理人さんから聞いたら、まあ、僕がいつもね車を止めてるところは明日まあ1日はまだギリギリ持つけどそれ以降は止めない方がいいと。なんでかって言ったら、まあ、ちょっとねあの下に折れるような感じのところに止めてるんですけど、そこは水浸しになる可能性が非常に高いということです。でまあ、すでに僕の、ね、お家もそうなんですけど、みんなあの郊外とか違うところに出れる人は出てるみたいですね。まあ、結構あのみんなセカンドハウスとかいろいろ持ってるからそういうのかもしれないんですけど、で、まあ、キーウからもね、外に出てくださいっていう、まあ、キーウっていうのは要するにキーウ市ね、キーウ市長のクリチコ市長からも外に出てくださいっていう、まあ、話が出てて、で、まあ、要するにアパート特にあの高い建物ね、エレベーターも動かないし、いろいろねあの不便、水 の, あのパイプも結局僕のところも、まあ、階数がちょっと高めのところになって住んでるんですけど、結局そこまで水を送るポンプが作動してなくて、水自体はさっきね復旧したらしいんですけど、結局水道あの開けても水が出ないっていうのは電気がないからっていう感じでして、まあ充電器もねさっきあのおばあちゃんとママ用に買いに行ったらやっぱりね値段が2倍3倍になってました。今までね、2000円ぐらいで買えてたのが4、5000円ぐらいするような感じでね、なかなかちょっとね、まあ、まあまあ仕方がないのかなっていう感じで、で街中ねやってるお店は一部あって、そこはあの全部発電機を回して、必要最低限の電気、あの冷蔵庫とかライトとかレジとかなってます。ただあの、まあ、さっきちょっと僕結構ショックだったのが通信がね今すごく状態が悪くて電波がほとんどないんですけど、さっきあのクレジットカードで決済しようとしたら、結局あの銀行との通信ができないっていうのでクレカ決済ができなくて、かといってじゃあ現金で決済はしたんですけど、ただ今ね ATM が作動してなくて現金が下ろせないんですよね。結構それはそれでまた大きな問題だなと思って、まあ一応いくらかね、ドルで、持ってるお金はあるんですけど、とは言いつつもね、まあなんでドルかって言ったら結局ウクライナインフレじゃないですか。だからグリブナで持ってても価値がどんどん下がっていくんですよね。だからみんなあの外貨、ユーロとかドルとかで持ってるんですけど、まあ僕らもね、グリブナで一部持ってるお金ももちろんあるんですけど、まあほとんどドルなので、まあちょっとドルをね、もしこのままクレカ決済ができなかったら、両替をして、まあグリブナに変えて生産するような形になるのかなと思います。まあでも本当に、こんな生活がね、何日も何日も続くんだったら、ちょっと、まあ何日っていうぐらいは我慢できるかもしれないけど、まあ一週間単位になるんだったら、もう、ちょっとキーウフは離れないとダメですね。まあ、ウクライナ出た方がいいかもしれないですね。このまま行ったら。ただ問題はね、おばあちゃんどうするかとか、ママどうするかとか、まあママはまだね、出れるけど、おばあちゃんは多分、避難での生活っていうのが、難しいかなっていうのが正直な気持ちです。まあ、そうこうしてるうちにお湯が炊けたので、これからね、水筒に入れて使いたいなと思います。幸いね、さっきね、ステファンが、このカセットコンロのガスボンベをね、ガスボンベをものすごい高騰してるんですよ。今まで200円、300円で買えてたのが1個ね、800円、900円、1000円ぐらいするんですよね。日本のあのカセットコンロのボンベの値段がわかんないんで、ちょっと比較しようがないんですけど、まあ、高いですね。あと、まあ、輸入物だからなんでしょうけど、トイレットペーパーが切れてスーパーに買いに行ったら、12ロールの、トイレットペーパーで1000円ぐらいしましたね。まあ今、円安の影響もあるんですけど、まあ、高いですね。今まで、
今までもうそんな安くなかったんですよ。5、600円ぐらいはしてたんですけどね、12ロールで。まあでも1000円っていうのは、ちょっとね、高いなっていうのが正直な気持ちです。まあ、物価は上がるし、生活は大変になるし、いろんなリスクはあるし、で、さっきね、ちょっと、まあ、無事で良かったんですけど、つららがね、落ちてきて、ガシャーンってあの車の屋根の上にバシャーンって落ちて、まあ幸い、あのライトで照らした限り車は、大きな傷はいってるのは、まあお昼のね光で見たらまたデコボコしてるのかもしれないですけど、まあでも外は見えないし、わかんないですよね、つららなんかなってても。で、天気もあの寒かったり暑かったりで、雪降ってそれが凍ってで、今度はちょっと溶け始めてお昼のね、温度で。まあ、大変ですね。一番今までの中で大変かもしれない。まあ、それであの、なんかね、あまりにももう通信障害だ、生活だってなるから、もう、何もしたくないですね。あの、生活する、まあ、生活するっていうか、耐え忍ぶことで精一杯。で、今日もね、朝起きて結局何も食べれなかったから、まあ一応パンとソーセージとで食べて、で、さっきガスでね、残り物の食べ物を温めて、まあ初めて温かいものを食べたんですけど、まあ大変ですね。水道が出ないと洗い物もできないしね。プラスチックの一応容器を買ってきたんですけどね、使い捨てのやつを。まあでもちょっとね、このまま、うちの家はもうオール電化なんで、すべてアウトです。ステファンのところはね、結局、電気が切れてもうね、30時間以上経ってる。僕のうちだけちょっとラッキーで、電気がしばらくあったんですけど、まあでももうね、1日ないですからね、電気。どうなるんでしょうね。みんな首かしげてますよ。みんな、まあ、世紀末と呼ばれてるような感じですよね。映画の中でみんながギャーギャー騒いで楽しそうに見てたことが現実化しちゃいましたね、ウクライナで。まあ、パニックにはまだなってないですけど、まあ、でも外は死ぬほど危ないしね、運転するの。人を引きそうで怖いです。みんな、なんていうのかな。暗いですからね。まあ、まだね、水を僕もステファンも、ママも買いだめしてたんでよかったんですけどね。ここら辺の缶っていうのはママもステファンも強いんで、注文してたんですけど、まあ、でもちょっと、コメントしようがないというか、ここまで来たら、何もできないですね。まあ、っていう感じでね、長くなってもあれなんで、まあちょっと、ショックというか、ショック通り越して、まあ、それと、簡単にね、ロシアがインフラ攻撃始ますって言って攻撃して、ここまで攻撃が命中して、ここまで生活がひどくなるんだっていう、なんかそこに対するショックもありますね。こんなに簡単に脆く全てが壊れるんだなと。ちょっと残念です。はい、今ね、朝の4時半で、さっきね、電気がついたので、急遽飛び起きて、充電を全部つけて、で、掃除機をかけて、で、今、まだね、断水が続いてるので、ちょっとね、水仕事ができないんですけど、一応、まあ、水が上がってきたら、多分ね、ポンプがついて上がるまで時間かかるので、上がってきたら、洗濯機をね、かけれるように、今、スタンバイしてます。結局だから何時間ぐらいなかったのかな、20時間ぐらいなかったのかな、電気が。なので、まあちょっとこれがどのぐらい続くかわからないので、さっきね、ちょっと充電器とかも全部ね、バッテリーがもう切れかかってたので、今急遽すべて充電できるようにライトも含めてね、してます。あと水が回復したらね、新しく今まで使ってたボトルとかをね、全部また水を入れて、まあ、次の停電、給水に備えようっていう感じです。さっきね、ちょこっとニュース、インターネットが復活してみたら、
どうも2、3時間交代ぐらいで順番にいろいろなお家に電気を回すっていうようなことを言ってて、まだまだ計画停電ではなくて緊急通電みたいな感じで、とりあえず2時間でも3時間でもご自宅に電気を送るっていうような、なんか政府の計画みたいです。まあこれでとりあえずもし2、3時間働いてくれれば、冷蔵庫がまたね、全部今もう溶けかかってるんですけど、冷蔵庫が、ちょっと復活してまた半日なり1日なり持つのかなっていう感じがします。とりあえずね、携帯類とかそういうのをチャージできて本当に良かったなと思います。これからね、ちょっと映画とか、そういうのを iPad とかにダウンロードしとかないと、またね、1日とかなったらやることもないと思うので、ちょっとね、そういうのも全く夜中で目が全く覚めてないんですけど、ちょっとね、急遽やるしかないなということで、今飛び降りて、まあ分かりましたね。ベッドから飛び出て、それをやってます。一応ね、こんな感じで、まあちょっとこれ動画にするか分かんないんですけど、一応ね、僕からのメッセージということで、撮影させていただきました。では皆さん。